この夏に県内で開催した「清流の国岐阜総文2024」で上位に入賞した高校生が9月20日このうち美術工芸部門で最高賞の奨励賞を受賞した県立飛騨高校3年の小坂里夫さんは人間の内面を表現するためキャンバスの裏地を使って作品を制作しました。 長い時間をかけて作った作品が多くの方に見られて嬉しかったですと振り返りましたまた弁論部門で最優秀賞と文部科学大臣賞に輝いた県立岐阜北高校3年の古田桃佳さんは高校3年間を通じて学んだことや経験したことを多くの人に伝えることで勇気や希望を与えられたらと思い原稿を練りました素晴らしい賞を受賞できたことを大変光栄に思っていますと喜びを語りました 報告を受けた古田知事は、皆さんおめでとうございます。文化イヤーのトップバッターとして素晴らしい成果をあげていただきました。長い人生の中で、総分裁で得たものを別の世界でも大切にしてください、と話しました。